えー、そうですね、まあ、初旬で考察を伸びない人が、えー、いるかもしれないので、ロケット仕様ありにしましょう。占い師も、えー、初日仕様ありにしますね。じゃロケット仕様ありね、オッケーよろしいですか、皆さん。いいだろう。それではゲーム始めますね。すスタートーン <laughs> <laughs> さてさて。 ダイエットコーラとかコカ・コーラゼロとかそれコーラじゃないよす俺はコカ・コーラさん。ささ祝福卒業おみくじって書いてある。え、これおみくじついてんのやるや。えっと、えっと、ここからおみくじを引く,く。なんかおみくじついてるみんな。えー、おみくじは。えっと。 おみくじに関しては QR コードを読み込んでおみくじを引こう LINE ポイントが当たるってよーし LINE の QR コードで読み込むんやなちょっと待てよどれどれ、えー、LINE の QR コードって出てんやんねやお前らえー、っとこれから追加の QR コードで QR コード読み込まへんこれなんでめくったら出ろやすぐ大吉か何かなんや QR コードってあひらこ LINE の QR コード開いて LINE でログインして生年月日登録めんどくせえよええわもう生年月日とか知らんわ昨夜は誰も死にませんでした1995年生まれよしいきます8番 のプレイヤーはは発言してくださいださい、はい、霊媒師です。6霊媒師。えー、っと、<あ>待って。5番が対抗ですね。5番が対抗で、えー、3番と9番が占い師。6白と俺白か。うん。まあ状況次第だけれども、まだ発言を聞いてないから分からないが。 基本的には霊能から行くべきだと思っているうんまあ9番の白が僕に刺さってるしね。でカリドに関しては、まあ、カリドに任せるから。かな。現状5は強人で3級がオカミだと思っている新郎だと思っている。現状はね。っていうところかな。ちょっとマークつけますね以上。9番 のプレイヤーは発言してください、はいえー、9番のブーメラン中島です皆さんよろしくお願いいたします占い師 C を8八ろってところでただ八番さんが霊能者を自称しているその対抗が五番さん、えー、僕の対抗に出ているのが三番さんというところでまさまさん仲良く殴り合っていきましょう,っう,しょうそうなんよね白先に霊能がいる方なんでグレーでレ能ロラしてほしいですね、えー、グレーつまらないし まあ、グレ詰めたところで僕が襲撃されるとあんまり木刀の黙阿弥って感じかなって感じなので、えー、とグレよりはレバいってほしいですかねそれぐらいかな現状はそのぐらいです八番さんの発言から不自然な点は特に見当たらないっていうところただまあ僕は八番さん白を知っていて八番さんがレイロラ飲んでることからまあ狂人っぽいかなってちょっとは思ったけどなまあ2周目とか、えー、そこらんの結果もね聞きつつあ判断していきたいと思いますそれぐらい以上8釣りかー あとできればカリュー出てほしいな。4ぐらい広いから。うん五ん。5ぐらいか。2>, 番い2週目に考えるわ。考えてやらんこともない。出るかどうか。くださいはい。えー、っと、8番が霊媒でいえ九9番が占いかな。今の段階に喋ってるところがその, 2>, <laughs> えその2人で2人で2人とね役職しようで2人で2人で2人でーので2人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 で2だで2人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  発言はない今のところ、うん、うんあと、まあ、印象そうだね9番さんすごくいいかなって感じ、うん、ちゃんと、まあ、白打ってるんだけどね一応8番さんの、うん、精査精査っつうのかな、うん、なんかちゃんとレールが飲んでて強人っぽいなとかそういう、うんえー、考察もできてるあたり結構印象はいい、うん、雑白 置いてる。うん、まだ三番との九度のね、えー、審議はついてないけど。で、今日はレイビンイ行きたい。俺も。うん。で、カリウス最後出てってキューバーさん言ってたけど、俺もカリウスは出た方がいいと思う。二番のプレイヤーは発言してください。はいはい。 例能から釣っていく進行であれば例えば、片白が出ている鉢を釣った方が情報落ちるだろうという話をされる方がいらっしゃいますが、うんうん、ローラーをするならその情報ってあんまり意味がないと思っていてまた途中で例能ローラーをストップする可能性も考えれば単純に新芽のない方を僕は釣るべきだと思っていますグレーで発言したのは1番さん。 K1 さんっていうのは、まあ、8番さんに対する考察間違ったことは何一つとして,言っていないけれどもそれほど深い考察を落としたというわけでもなく印象いいも悪いもないのかなと思いました。まあ、しっかりしてるなとは思いましたけれども、うん、だから1番さんは雑かなって思いました、ね。うん、3> 3番 のプレイヤーは発言してください。うしさい占い CEO 六番シロでした。うん、今日の進行に関してなんですけど、100%霊媒者が新教である前提ならグレを詰めた方がいいんですけど、その保証がないので新労新労も一応あり得るし、そう。まあこれはもうほぼないと思ってるんですけど、新教新労も一応あり得るので霊媒しからつっていこうかなって考えてますね。うん。うん。まあその場合は五番さんの発言を聞いて。 まあ5番さん、8番さんの発言を聞いて、まあ2番さんと同じく心配を残したいなと思ってます。1番、2番に関しては本当に色わかんないんですね。うん本当に申し訳ない。わからない。わからないが正,解というか正直な感想ですね。9番のことは多分狼で見てますね。4番のプレイヤーは 発言してただ、このレギュレーション、進路進路で出てるパターンとかもあるから、8つっちゃった方が一番いいのかな、情報としてって思ってるで、えー、今日レイロラ、まあ、58の発言精査、僕大好きです、レイロラストップマンなんで、ただ、えー、8番、そうだね、まあ、チャット仕様ありなんですけど、口頭で、まあ、トップバッターだったのでってとこはあるけども、まあ、チャッあレイバイスってチャットでやってるわ、8番。<laughs> <laughs> すいませんあ把握漏れですね8番口頭で言ったなと思ったけどチャットでもやってたんかうん8つってまあレイロラになるんかなこのパターンだと8、5ってつるんじゃないで1、2の発言はまあ色落ちないけどなんか2番はリラックスしてるっていう印象ありました3、級に関してうん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 わかんないです3番はまあ9番多分ねっていう言い方、えー 対抗がオオカミ多分ねって言い方はちょっとなんかあんまりしっぽくないんかなっていう印象も受けたけどどうかしらえ9・1に関しては狩人出てほしいという発言があったはあまあ5番と8番の発言聞いてよっぽどこっち死んだーっていう風なやつがいるんだったら残す信仰僕はありだと思ってますくらい以上です5番のプレイヤーは発言してください はい、おはようございます。霊能者です。えー、そうですね。うんー、番さんは自分は共鳴で見てます。えー、八番さんは僕を共鳴で見つつ、例からいくと。僕はですね、正直、えー、もう占いに一人路、一人路っていうか、えっ、ー、と、真とロ、えーで見てます。うん、スケスケだろうな。正直、まだ精査は、えー、分かってませんが、九番さんが、えー、八番さん、強人っぽいと言いつつ、うーん、結局、 レーロラからしたいって言ってますよね。八番強人で置いた場合って僕新ですよね。九番さんまあポイントは言ってたんですけど、で対抗に関してはそんなに殴ってない印象ですね。九番さん。う三番さんはね三、えー、<ー>番さんもレーカ度に見えてるんだって九は多分人狼。正直発言的にはまだ分かってないんですが、どっちが新カロが八番強人で置いてます。僕は。 で、えー、1、2、4の精査ですが、うーんみんながね、レーロラ行きたいと言いつつ、2と4がレーロラストップ、結構賛成派みたいな感じで、うーん、どうなんだろうね。まあ、釣るなら8からお願いしたいけど、ーうーん、って感じですかね。ちょっとまだ、えー。 九と三のオオカどっちかまだ分かっていません。六、う、強、ん、とかもワンチャンあるから、ねね、可能性もあるので、ね、っ追っていかないといけないけど。新郎新郎六兄弟みたいな。一二四正直まだ分かってないです。あ四分かんねんだ。俺狩人に見えねんだ。六番。なんかひげの生え方が気になる。発言してください。さいはいおはようございます村ラビット陣営で特に使用ありません。えっ、ー、とものもの把握しましたがまず。えー えっと、うんまあ自分はやっぱり0度だからいきたいかなと思っていて8五の精査はまだ8番さんについて特に怪しい発言がひどいなかった5番さんはふわふわしてたっていう印象で、うん、あのまあ8にしろ出てることからかまあ8の発言の仕方としてはしっかりしてたかなと思いますがちょっとすいませんどっちか行くかっていうのは、えー、っと九三についても。 特にそこまで怪しい発言、ひろえませんでした。ちょっと2周目次第で申し訳ない。えっと、一番さんは光を透かしました。えっ、ー、と、自分も光なので、もうカリエドは出てほしいなと思ってます。僕は万全確定した方が強いかなと思ってます。え、でも私は。番さんについてはそれ以外の印象はありません。二番さんは一番さんに対して、えっ、ー、と、雑かなと言いましたが、えっ、ー、と、雑ということは一番さんについて、あの、黒いと見ているということでしょうか。二、えー、番さんが一番さんに対して、雑かなっていう。 もただただ一万さんの印象を下げたかったっていう印象で結構雑かなと思いました。えー、くどいていう意味で。4ドをストップしたいのか、レ0ドをしたいのか、ちょっとよく分かりませんでした。えっ、ー、と、結構西見しだいの申し訳ないのですが、自分はやっぱりレ0ドについて一万さん、五万さんの心理がはっきりとつくことはなかなか難しいかなと思ってますので、えっ、ー、と、0度だ。<laughs> ストップしたくない派です。で、どっちから行くかっていうのはまだ決まってません。7番、のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。てかもうあの、役職なしのところ全員光でいいんじゃないですかね。うん、なんか脳脂でカり出ててもつまんないと思うんで、光でもいいんじゃないですか、全員光しようでもいいと思ってるんゃどうでしょうか。えー、進行としては七番、カリュードに合わせる確認あったな。はい まあグレーハブが広いということからねいや。でもそれは白いと思う。うん。で、まあ、どちらを釣るかという意見では、4番3の、まあ、8を釣った方がいいというのは僕も乗った方がいいと思います。9番が8番白出してるのでもし、簡易振動シーとかあった場合いうのは、それは情報値じゃないでしょうか。2番3というのは別にど、情報がどうでもいいと言っていれば、僕はえっと、その九番が8番から8番か,から五番。発言的にはが4ふ番わふわふわしていると思ったもの8番。からっだったら、レイロラしていい。まあ、そうですね。 あと言いたいこと。933の、まあ、3番さんの9番さんに関する、まあ、狼かもね、みたいな発言は、若干気になったが、9番に関しても、えっと、確か、最初4グレーと言ったのに、その後5グレーと言いなしたのは、若干気になったって感じかな。うん、はい、それからですね、占い師に関しては。グレーはそうですね、進行方法としては4番さんと同意見って感じですね。1番に関しては、まあ、少し発言が薄いかなって感じ。 2>, 2番さんに関しては、えー、例えばどちらでもいいと思うたは、僕は8番から言っていいのかなと思ってます。うん。そうですね。6番さんに関しては別に、まあ、光を透かした動向を言ってましたが、まあ、僕は無然光でもいいか、光しようでもいいのかなと思っていくらいなんですけど、どうでしょうか。うん。まあ、その他は占い師さん頑張ってくださいというしかないかな。くらいですかね。はい。まあ、例のに関しては、まあ、5番さん、ふわふわしてるなと思ったものの情報という意味で、僕は8から言ってもいいのかなという感じがします。 エロアアースも完遂するな、ね。うん、それぐらいかな。まあ、二週目の発言も聞いて考えていきます。以上です。八番。のプレイヤーは。発言してください。<ー>さいはい、えー、っと、まず太鼓の五番に関しては、標準も桜花にもどっちもあると思っている。え<ー>、五番に関しては、発言の最初で、俺が五番を標準で見たのにも、見たにもかかわらず。霊能から行くんだ。っていう発言を残したにもかかわらず、最終的に五番もつるなら、八番から行ってほしい。 5番はどっちからやりたいんですかうん。発言が終始ふわふわしている。発言しながら、うん、考えながら発言をしている人外の典型的な特徴が出ているということを伝えておく。5にしよっかなだから5番がどズメめしたいのかしたくないのか正直発言ないから分かんなかったから5番のお金もまだあるから、要は絶対に5番からつってほしい。だと村人の人に言うけれども、 あの情報釣りという観点で俺から釣るというのは本当にやめてほしいね。まあ結局君たちは考察を放棄している。5番と8番、発言内容から取って二戦目の高い方に入れてほしいと思っている。無4番に関してはえレーロラストップマンなんでしょうはいレーロ,ロラストップマンなら普通に新名高い方残すんじゃないの,ういうのレーロラストップマンからとりあえず情報釣りで8からっていう言葉は絶対出ないと思うけど。そうだ、ね、とりあえず情報から8からっつって俺が死んだったら4視点。 レールはストップできないじゃんって思ったけどね。うん、だからこの4番の発言がすごいわけわかんなかった。あそうで、えっと、6番に関しては少し緊張しすぎかな。3級に関しては正直わからないが、うん、5番が標準かオオカミか両方ともあると思っていることから1周目の段階で3級の審議はつけられないですね。うん、5番に関しては俺の偽戦目を上げるときに霊能心境で見るにかかわらずグレーズめ対抗を標準で見るにもかかわらずグレーズめという発言をしながら 最終的に5番も俺ずりをしていたこと考えながら発言している人外の典型的特徴が出ているということを伝えておく5番、狼目があるから今日は絶対に5番から釣ってください,い情報釣りで俺からという発言は考しないでを。それは考察を放棄しているのと一緒だからね9番のプレイヤーは 8, ー8が2に2 2はい皆さんの発言よく聞いてました進行の話をはじめにします5番投票以外はしません僕、視点8は白です 5番の色結果を8番がどう出るって聞きたいので5番さん投票をします。えっ、ー、とグレーの精査なんですがどうだろうね一番白いかなと思ったの僕4番さんなんだけどな。 僕、結構、声色精査が好きで、4番さん、なんか2番がリラックスしてるって言ってたけど、4番さんの方が全然リラックスしてたと思うよ。そうなの、今日リラックスしてるの私、うん。あと、なんか信仰に関しても、結構、独自の、独自っていうか、自分の考えで喋っていて、村に合わせる気がないなってところから、まあ、本当に、わがままか。っていう印象ですかね。俺は <laughs> わがまま。とあと、次に白いと思ったのは2番さんでしょうか、2番さんの発言としては、1番さんに黒塗りはせずに、そのまま疑問提唱でとどめていたことが、オオカミの視点っぽくはないなってところです。まあ、B 白ってぐらいかな。 なので多分671のどこかだとは思うグレーオオカミがいたときに、その場合結構6番さんかなっていうのがある、一番よくあるロケットシェア OK の村のえ占い進路霊能神教のパターンのとき、3番さんが黒だと仮定すると、3番さんの発言がレロラかグレかどっちでも良さそうな雰囲気だった、っていうかなんならグレ釣リをししたがっているように聞こえたのって囲っていてグレツリでも問題ない36狼オオカミなのかなっていうのが今のところの予想です。 それぐらいかなあと,、えっと、7番さん伏せてって言ってたけど、僕、狩人めちゃくちゃ出てほしいんですけど、あと、これ、護衛誘導って言われても別にいいんだけど、うんうん、僕、鉄板護衛してほしいんだけど、僕目線、ゴグレなんですね。狩人が伏せて、例えば僕、グッチョブが起きた場合って、僕、髪抜かれるんですよ。その場合って仮に白が刺さった場合、狩人度に白が刺さった場合ってのは、僕は霊媒師候補と狩人にしか白が刺さっていない。っていうまま3日目の朝に僕がいなくなるんですが、狩人必ず使用して、僕、グッチョブというか、護衛起こしてくださいね。 それは必ずっかりっなな伏せられるのは、じゃあ僕はそんなに占いのセンスはないとだけ言っておく。まあ一応三六ってのが一番の候補。五番さん入れます。以上。一番のプレイヤーは発言してください。はい。ええ二周目喋っていきます。ええー、そうだね。とりあえず二番さんがええー、雑じゃないかという。 うん、殴ってきたんだけどう,ん、うーん、雑かなっていうかまあ8級で、えー、考察、うん、し,してた段階で1周目3人目自分でね、うん、特にそこしか触れるところはなかったよね。うん、<え>でうん、えー、4番が、えー、2番が割と落ち着いてた、うん。まあまあ落ち着いてたのかなどうなんだろうね。1、うん、番わかんねえないよ。9番がそこに4番の方が落ち着いてたと。うん がで、きたかえ、でもね、俺6、6まあ、3番が仮に狼だったら3、6あり得ると思うんだけど、9番が狼だった場合って、うんえー、4の方が落ち着いてた。うん。ラインつなげに行くかな。うん、ビシロあえてビシロ発言の2。 1>, 急に1か2かな、うん、全然あるかもしれない。えー、6番全然でもね、俺なんか割としっかり6番精査できてたような気がしたんだけどね、1周目。あの位置で、うん。あの位置の精査結構大事だと思うし割とできてたように聞こえたんだけどな。できてなかったのかな、うん、6番ね。で、8番さんの、えー、どっちかに。 えー、怪しいと思った方に入れてくれ、えー、考察を放棄しているっていうのはすごく村目感情、無感情だと思った、うん。8番さんの新名はかなり高くなった。っていう点で今のところでは俺は5に入れるつもり。うん、あ、みんな5なんだ。2> 2番のプレイヤーは発言してください、うん。1番さん、僕のツッコミに対して雑かなとちょっと反論してましたけれども、1番さん、自分で雑って言ってたような気がするんですよね。 キューバーさんの精査をして、まあ、雑に白なんだけども、見た感じみたいな感じで言ってた気がした。でキューバーさんと一番さんの反うんと意見と僕は逆で、えー、と占いオオカミの前提で話すんだけども、3、うん、の相方6じゃないかなって思いますね。あ、そうなの三3がオオカミだったらね。っていうのは3がいろいろ平理屈をこねて、最終的にレイローラーを押したような感じがした。グレに行ってほしくないんだなっていう。 気持ちが見て取れましたね。なので、占い、えっと、三番さんがオカミの時は、多分6で囲ってないかなっていう印象を受けましたね、僕は。まだわからないっていう。一番さんは完全に色わからないですね。で、八番さんの意見と同意を四番さんが、っっえっと、レイロラストップ、大好きマンなのに、うんと、その後、情報釣りで8っていうのが、全く発言が合っていないな っていう感じがしましたね。すごく気になってます。7番さんが情報釣りで8っていうのはそれはわかる。そういう意見を落としてるから。ああ、7番さんで思い出したつめらです。うん。なので、ね、7番さんについても特別思うところはない。気になったのは4番さんくらい。8番さんの4番さんへの指摘が僕は妥当だなと感じたので、現状5番からつろうかなって考えてます。以上。 3番のプレイヤーは発言してください難しいですね現状4番と2番は本当に白なんじゃないかと思ってますね9番さんが4と2を白視してるんですよね4番さんってまあ9番を多分オオカミって言ったのがなんとなく偽っぽいなって言ってきてるんですよね僕に対してじゃあなで9番さんも4は白いって言ってるんですよねこんなゴリゴリなラインはないと思ってるんですよね 94のラインは、うん、で、2番差も白くて、2番差の白さって、僕に対する精査が割と妥当だと思ったんですよね。まあ、僕、別にヘリクツはこねてないですよ。58から行った方が振動ケアができるから、レ能ノローラーしたいって言ってるだけでヘリクツは行ってないんですけど、うん,うん,なんだろう、僕をオオカミで見た時の相方位置を探そうとしてる村に見えたかな。まあ、僕占裏師なんですけどね。3番もシンプルな、なんか。から割と24は白いかなと思ってますね。 なので17どちらかにいるんじゃないですか ?17 から狩人出てきたら割と楽かなあ、狩人出てきてほしいですね。うん。あの、霊ロラから行くっていうのは当たり前ですよ。診療ケアができるので。新境の保障がないのでね。まあ、霊能行くんだったら5番さんの2周目の発言聞きますが、現状4と2はそこまで疑ってない。理由は4番さんが狼だったら9とのラインがありすぎると思ってる。うん初週に3番を少し叩いておいて、9番も4を白く見る。 狼同士でラインがありすぎると思う。2番さんに関しては3を狼と見た時の政策がリと妥当と,と感じたかな。<ー>だから7、1どっちかにいると思ってますね。4番のプレイヤーは発言してください。うーん3番が真だったら僕は1の方が怪しいと思ってる1、7だったら一番は結局えー、なんかな。 なんか悩んで話してるっていう感じがすごい僕は1番のが黒いと感じたでいやまあ7番僕はね「仮ストップ」って発言から白いと思っていたんだだから12。 うーんどっちかかなと思ったけど1、2の発言聞いたら1がやっぱり悩んで話してるなって印象があった3が真だったらね6番に関してえ俺みんなさ今日レイロラ5番から行きたい確かに5番はレイロラ僕ストップ大好きマンって発言をした後に困ってる感じがあったえレイノーストップするのかなみたいな雰囲気があったから俺、強人めのが高いと思うのよ5に関して。 なのに8番は5の狼目があるっていう風な考察をしたのね、うん、その場合どこが狂人かって言ったら俺はもう6しかないと思ってる3級を進路で見ていることからだから6番の発言ってそんなに狂人っぽくなかったんだ2番の1番への黒塗りが雑っていう考察別におかしくなかったと思うしだから僕は8番狂人で5番が真なんじゃないって正直思ってるから8番から行きたいんだよな。 で、えー、レイノロラストップの発言に関してなんだけど明日9と3で占い結果で黒とかが出た場合はレイノ行くよりそっちどっちを詰めるか占い詰めるか黒を詰めるかっていうそういう進行した方が強いと思っているそれでも僕はストップするでしょうえ俺58だったら5のもちろんもう次の発言によるけど現状8で考えたら8が結構その5をつってとりあえず安心したいっていう感じが俺なんかな強人だと思うんだよね まあ5八はどっちにしろ強人で見てます5の狼目ってそんなにあったかって思うだったら6強人だよなまあ5の発言によるけど今のところ僕は8で考えてます以上終了ボタンが押せないでは5番さんどうぞ5番のプレイヤーは発言してくださいうーんいや 本当に礼謀はするなら8から言ってほしい。僕はそれしか言えない8番さんに対して。うん、で、えー、正直、えー、占いを真、老、えー、で見てる。で、9番さんがですね、えー、5番投票って言ってましたけど、えー、5投票4が白い。 で、次に2が白い。4白で置いてるんだったら8ずい飲めるんじゃないですか。4番さんからですよね。8番さんつって、えー、色見た方がいいっていうのは。で、7番さんもその辺が、えー、視点が近かった。47はちょっと村っぽい,と思っている。カリスト、うん、カリシーをしない、えー。で、3番さんは俺がで結局5番さんの発言を聞いて決めるといった。その点から、えー、やっぱりまだ盤面が見えてない。えー 真の占い師なんじゃないかなと自分は思っている。9番ーーさんを僕から行きたいってすぐ言いましたよね。2週目発言あるのにもかかわらず。って感じですね。えー、なんで、えー、レイローラーするなら8から行ってほしい。で、えー、グレーですが、グレーに狼が1か。うーん。ン番<っ>さんにカリストっ,て,って,ーーてないんですよね。カリストって。いう感じ何カリストって。6隠しろなった場合。 カリストップって言ってたは白っぽいうそやろカリストップって言うわけねえやろ、うん、言うわけねえやろバカリストップってさんは言い方としては、もし3番がジンのだったら24。 六番。カ,シューカリストップ、レイロラ、レイロラ。ああ、いうわけねやろう。やっぱり五番さんの方が二戦目が高いかなと思うので、あの五番さんから行こうと思っています。ただ、えー、っと、誰かが言ってましたが、振動の可能性、例の振動の可能性もあるので、えー、っと、自分は次の。 8番は8番さんに行こうと思っています例のローラーやっぱりストップしたくありませんただやっぱり8番さんの方が心目高いかなと思ってます8番さんの発言で、えー、と4番さんへのツッコミがありました例、えー、のローラーストップマンがとりあえず8番っていう発言があるかどうかっていう これはすごく最もかなと思いましたし、その点で4番さんが黒いと思いました。えー、と誰から見ても、されるとこの、ね、4番さんへのツッコミを8番さんがするっていうことは、えー、と8番さんは強っていうのはなかなかないんじゃないかなと。強人であれば黒いところにあの黒いっていうのをなかなか言いづらいかなと思います。8番さん人道であれば怖いところでありますが、それもケアして5番さんの次は8番さんに行きたいかなと思ってます。えーと ただやっぱりあのロケット仕様であり、えー、と58については心境かなと思ってますので。えー 結構サンキューとのつながりはちょっと難しいところです。ただ9番さんについては単体で何か発言がおかしいかなと思いました。えー、っていうのも白黒のつけ方の基準がバラバラでした。4番さんについては結構怖い路精査でリラックスしているか白いんじゃないか。2番さんについては、まあ、自分が一緒に突っ込んだところを逆に見て。まあでも6番黒くないんだよな、多分え黒縫い前しなかったっていうのっていう二番さんの発言内容についていた。で、三、え、六、ー の労働っていうのを見ましたが、これについては盤面から見ました。結構、視導の基準が曖昧で、九番さんについては単体に攻めが高いと思いました。今回は五番さんから二戦目が高い番さんから。え、じゃあ三番もい。まか。六番が若干臭くなったのは八、六が怖いんだったらすった方がよくないですかで、いろ完成するんだったらね。うん、なあなあ、そうだよね。進路を追うなら別に八から行っていいでしょう。情報を知るからそっちの方が。 僕も4番3だったら8番3回行きたいかな。5番っていうのはローメンないと思うんですけどね。あの初日の1週間、7番俺と。来るね。オ、うん、ーガローだった場合ってもうちょっと視点がクリアでしょ。うん。あんなふわふわ発言しないと思8番、これこのローメン折ったのがよくわからなかったので、4番と同じく僕は8番から行きたいと思ってます。あら<れ>、はい、もう七週だわ、これ。な6番人気だ。8番が狼だって怖いんだったら、別に8番っつったらいいじゃないですか。 エロが完遂するんだったら、うん、って思うけど、6番が若干臭くなったって感じですね。4番さんは白いと思います。4番さんは白いと思います。じゃあ後で確認するけど、仮に、うん、8番の意見というのが一致していました。1番2番に関してはまあそうですね。2番の3倍のまあ厚みはまあ面白いなという感じ、うさん臭いという感かなとね、まあそういう見方もあるのかって感じ。2番さんそれくらいかな。うん。 まあそうですね、結局、り度が出なかったということで、柳さん頑張ってください。はいまあ、これはこれで面白いじゃないんですか。り度が出ないっていう場面も、試合も。でもカリ、ろ仮ストとか言ってた人いる。<laughs> そうですね。6番が若干臭くなって感じ。4番が白い。えー、1番、2番に関しては2番、さんはまあ、1番は確かに、4番の言うとり考えながら走るかなって、1番ちょっとだけ臭い。2番はまだ分からないって感じです。はい。 まあ7ロ、ね、6番3に行くけどそんなに冠水前提で言って8番の狼怖いなら8番から行きましょう6番さんねそうよね,ね6番さん8番さんから行きましょうそこまで言うんだったら以上投票を始めてくださいやれやれ8番つり殺せ行け行け <laughs> こいつ掌握能力高いから残っちまうとこいつに左右されちまう村は <laughs> それそれもちょっとある怖い恐怖生死5番、うん ええ5なんだ8番おかしいと思ったよああでも6番はあ5なんだうん5番のプレイヤーは発言してくださいあーすいませんマジで新め取れなかった申し訳ねえ8番5黒って言いそうなんよなそう偽っぽいんだよな あれ47347、えー、うんまあ村置いていいと思うんだけどねいや本当に俺の未遂だったら申し訳ねえけど12689二人街二人街が硬いと思っている <laughs> まあ明日絶対8つってるけど多分8は本当に強靭だと思うんだけどいや8の狼はないっしょ うーんー、まあほぼな。うん、で、9三だと、やっぱり9の方が発言はおかしいかな。かな夜が来ました。目を閉じてください。<生>うーんー、3番が真だったら、僕は1の方が怪しいと思ってる17だったら、1番は結局、なんか悩んで話してるっていう感じがすごい僕は1番のが黒いと感じた。 でいやまあ七番僕はね仮ストップって発言から白い。<laughs> <laughs> 待て。あ、違う、七番が仮ストップ違う、七番が仮を付けさせるのをやめようって言って、仮ストップって言ったんだ。だ、七番が言ってたんだよ、つって。うん、昨夜死んだの。四 <laughs> 番。はい。私の考察がすべて当たっています。六番。のプレイヤーは初の。はち。ろくしろいちしろか。はい。 自分が角白で、えー、3番さんが1白5番さんは白ちょっと待ってください5番さんについてはまずやっぱりうん2攻めが高いと思ってました2攻めっていうかまあ強靭目がすごい高いと思ってましたので八特に8番さんの結果に違和感はあります、ね、じゃあ狩りの話をやったの えと自分が八番さんのオオカミケアっていうのを、えー、すごい強調されましたが自分は八号ではやっぱり5の方がすごいニセミア高いかなと思ってましたただ八番さんのオオカミであった場合とかも怖いかなと思いまして八番さん強人っていうのはないかなっていうのはあのー、前の日にと述べた通りなんですけどもオオカミの可能性もなくはないかなっていうのでどうだをストップしたくないっていう意味でえー、っと 八番さん狼の時のケアとしてローラーで今回八番さんに行きたいと思ってるっていう発言でした。いいんだよ。噛まれ,ま、ね、噛まれるんだったら捨けさせていいんだよ。っすけど,どうせ俺噛まれる確率ないし。九、うん、番さんは自分に対して指導を出した。<laughs> いや俺六白だと思うよ。うん。角指導をつく。ただ一じゃないんだな。二七か。うん。やっぱり九三については、あのー、振動かなと思ってますね。角指導をつくのも別に用意ではあるかなと。えっと1番さんについて グレーについてですが、えー、あ4番さんが構まれました。ちょっとすみません、追いついてないですが、えっと、信、うん、用せずにかまれる、カリウッドだと思ったかまれてるから 2>、えー。2番さんは最初、自分が一瞬目に言った発言。二番さんについては自分の、あのー、 さっ,き言ったような、ひどい方がすごく違和感があったので、7番だって言ったところかなと思ってますが、7番,7番のプレイヤーは,ヤーは発言してください。さいえっと、突拍シーンで6番強進か。うん、6番のその言ってることはなおさら8番釣るだろう。5番ってあの不破発人からローメン追いないんだったら8番つって5番が8番くる出した場合っていうのはかなり情報を注るから6番シーンってやっぱ八番つるべきでしょ。その考えだったら6番めちゃくちゃおかしいっていうこと。なるほど。 レイローが完成してた8の狼怖いんだったら8番から言って5番の結果見た方が絶対でしょう。5番なんてほぼほぼローメンないんだから、あの発言で。まあ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 。6番の言ってることおかしくありませんか今日の発言も。昨日の発言も。そうですけど6番が8番すぐまでオカミコワイだったら8番すっ,ったら絶対情報落ちるでしょう。6視点で言うと。5番なんかローメン,ーメンほ,ぼほぼほぼないんだから。うん。8、五白か、うん。めっちゃおかしいんですけど。てか6番強人でおいた場合っていうのは、えっと、 えー、5、8、どちらかにローやから8番がロから9番にせないけど、まあ、それはまだわかんないか。でも6番がめちゃくさいんだけど、今日の発言も。まあ、いや今日は8番から行きますけど。うん、9、8ローあるからね。うん。8番から行った方が情報が落ちると思ったんだけどな。だって5番ってあれでロー、ロー全然ないし、レールは完成しる、ね。7番数でそれだったら8確定くるやぞ。落ちると思うんだけど。うん、4番数で8番が5番のローに乗ったってどうかと思ったし。うん。 今日は八番からいきます。で、ロダ完遂です。で、えっと九視点で言うと、え六、ー、番が隠しろということで、えー、グレーが一七。えー、で三視点で言うと一番が白が出たということで二七。二 <1, 7, S 2>、ね、は。まあ九、えー、番さん三番さん,さんどこが狼とかまあどうその発言を得る期待ところですが、隠しろですけど六番さんの発言が意味不明でした今日の発言も。<laughs> どこの視点だったら発せた方がいいでしょう。 まあまあね、6番5番ロー持ってなかったんでしょだったら8番つった方が絶対でしょ ?6 番おかしくないですか今日は8でいいしょ番え ?7 今日の8九王冠とか言わないよなくださいはい、い5番強人ね。いや7番のが意味わかんないけど、新郎ケアをするなら5からでしょ俺は白もらってレバイ使用してるんだよ。俺が狼で白もらってレバイ使用したと思ってるの7番。新郎ケアするなら俺からという理論は全く通らないよ。 で、5番のローメンがないって言ってたけど、俺のローメンは何なのだったら、俺は白をもらって霊媒師をしてるんだけど、で、俺の狼オを追うわけ。新郎ケアで俺からという発言は全く理論がないよ、それは。だと、昨日の段階から6番と俺に対してすごい殴り,た殴りまくってたけど、6番と俺ってのは両方白をもらってるんで、占い師から。6番と俺に対する精査があるならば、占いのシがもつきやすいんじゃないの。おしっこしたい。そこに関しても全く発言してないし。 7番詰めてくしだと思うけどな僕に興塗りしてるし7の発言のが全然おかしいけど8番偽世くせよなーやっぱり8番偽だろみんな5いくんだね俺8おかしいと思うんだけどないや夜に行くわあの護衛してから9番 のプレイヤーはい 2>、はい、2日目ですね、6番さん占いました。まあ、占い理由は、昨日六6番さんと三番さんのラインがあると、まあ、2番さんと6番さんから反発されましたが、僕はあると思っていて、かつ、きのカリードが伏せていて、スムラ仕様、もしくは非かりゅうど仕しているのが2、1、6だけだったので、その中からしか占い先を絞れませんでした、伏せているおかげで、え6番さん仕<う>と今。 結構濃厚に占い狼3、7だと思っているんですが違いますか、その場合、3番さんが7番さんを囲ってこないのはよく分かりませんが、えー、っと7番さんの発言が昨日まあ今日の発言もよく分からなくて、番さんの指摘通りだと思ったが、昨日の発言ですね、7番さんって8狼を見ているパターンと、あと、6番さんの発言から疑問を提唱して6黒まで見ていた。昨日の時点で6と8っていうのは別々の両占い師から別に白が出ているんですね。 なので、6黒の場合と8黒の場合で、占いをオオカミに7番さんが見ていると言っていたので、それならば3、6と9、8で結構絞れていて、グレーの他の精査がかなり必要なかった。8、9、オオカミ、6、きょう、でも。でなぜ5、8での議論ばかりに焦点を当てていたのかわからなかった。だからの日4番と7番は光塩ようや潰しようしていなかったので、占いなかったので、ね、もうぐっちり起こせてないんで仮、借りると今日絶対に出てくださいね。<laughs> いるなら7番さんしかないんだけど7番さんが狩流とかどうか必ずチャット C をしてください僕の推理が外れていて7狩りだった場合狼でなくめちゃくちゃ無駄になるんですがえ9にせなきすんなほぼほぼ37狼,狼,狼,狼で見てます58が新居 今日は8番3釣りでいいと思う僕は占い能力を使ってどこのかどこが黒なのか見えるんで8番3釣りで時間を稼げばい,い,っい,考えっいや俺カリでしょ9番の占い先はわかるけど 1>, 1番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、とりあえずまあそうだね今日は、えー、8番釣りでいいと思います、えー、でなんか、えー、4のに突っ込まれてたんだけどな 悩んでるから黒っていうことをね、言われたんだけどえ、別に悩んでたらなぜ黒なのかっていうところを逆に聞きたい。うん、考えて喋ってるからだよ。うん、うね、どうしようかを。そう場面逆に見えすぎてた方が黒いと思うんだけど、うん。盤面見えてる狼なんじゃないかなって思うけどね、うん。で、7が6にすごい突っ込んでたけど、俺6は普通に村,村感情で、 うん、普通に六だから最初から一三黒とかもあんのかしっかりしてたと思うし、六は俺普通に白いと思う。一、う、三、ん、黒とかもあんのかこれ。六っ,ってとりあえず五五八だったら五が二成でしか見てなかったんでしょ。うん、で、とりあえずロラ、うん、完成はしたいっていうことでしょ6。六、う、は、ん、普通に村勘定だと思う。二番のプレイヤーは百五十です。完成するんだったら八から行くべきは七を 一番最初に6白いと思うじゃなくて白なんですね確かに6は白そら <laughs> 6, 6番さんの発言から発言はあんまりあれだったけれども3番さんまさんオオカミ軸で考えたときに6はないかなっていう話をしました3番さんまさんヘリクツって言ったのは大変申し訳ないと思ってる理屈は全くもってその通りだと思ってましたただグレーにいる うん、グレーに釣られやすい危険な人がいるから、うん、いや、グレー行ってもいいけど、レノにオカミいるかもしれないからレノロライ行こうよっていうしらじらしさを僕は感じたっていう話ね。で、今日一番さんが囲われたのかなって一瞬僕は思ってしまいました。1、3オオカミってこと九番さんは七番さんを追ってるんですね。うん いっか,っか 2>, 2白いよな。そうそうそう。6を強じで置いたとき、7がどういう戦術を取ってきたのかっていう考察もなかったですし、68は怪しんだときの9の考察、占いの考察というのもなかったですよね。違う2 9? なので1、17どちらも怪しいです。って思ってますね。 三番さんを強く偽性と思っているというよりは僕は五番さんを偽性だと思ってます。五番さん強靭だと思っているから。あらそうなの。今日はグレーの七を詰めてもいいかなって思ってますね。ええー、七。八を真で決め打つ進行です。ええー。その場合は池松さんの補助方針のかな。 でも多分八番さんの投票が7に決めるなのは 1>, 1のが情報をチェックしていど3番。17が1だと思うよ。一気に2番がどす黒くなりました。どう今のどうなんだろう今日の発言、7番さんの発言を聞いたら、ああ、97なんかなと思ってましたが、あの2番さん、今日7いったところで、たとえ7番さんが黒だったとして、どうするんですか ?8 番さんが噛まれたり、結局占い師の信用勝負になったりして、結局2分の1を通す。 というのは変わらないんですよ。三が噛まれたら二で白が。出るか七金ビリは絶対ない。と思いますけどね。お前らでも八進で見るんやったら別に。ーあとね、九番さんがね、狼占い師で。次の日、信用を取るパターンって、黒を打つことだと思うんですよ。黒って信用を得てくるタイプだと思ってるんで。九番さんも次、七。に黒を打つ準備してるのかなとも見えるんですよね。今日の見、うん。見えた、見えた、見えた。三進っぽい,ない。反対では七番の方が黒かったんですけど。 9番はもう次7を占って白黒出す準備に3目線九に見えるってことかそれはおかしないむずいなこれ本当にむずいで昨日一番占った理由はもう本当にそうなんですよカリド占いたくなかっただからカリはド出てきてほしかったんですよね黒の黒を当てる制度を上げるためにいや俺カリドだったですよもう7番さんってカリドの可能性がすごいやったから占い えなかったんですよ占いたかったけどねちょっと黒く感じたから占いたかったけど占い値はカリドじゃないことが分かってる1番2番 2> <laughs> で2番んは昨日の時点では白く見えていたから1番占いましたねごめんなさいで7番3はカリドじゃないんでしょ結局あごめんなさいはいっていうことは4番で落ちてんのこれそうだよいや分からんけど4が狩だと思われ,てれてるよ今日の発見聞いたら2の方が黒いわ7を釣るという進行が全く意味が分からないまあ今日は僕は8に行きますよ <laughs> 終了が押せねえのなわかる投票を始めてください8番のプレイヤーが選ばれましたご強発信ねー8番のプレイヤーは発言してください,言ださいはいえ教、ー、にしようです ほらよ、おめえら分かったか。八つるべきだったんだよ。初日におトイレ行きます。 朝が来ましたお待たせです昨夜死んだのは六番どうなった六髪か七番が黒くなるのか7番のプレイヤーは発言してくださいなるほどなるほど六番排除してくれたことは助かった三目線7黒6番で興味あったと思ってるからね あのもう一回言うね。あの、6番っていうのは、<え>あのね、5番っていうのは興味を持っていて、8番っていうのがローがあったら怖いって言っていて、レーローラ完遂っていうと6番言ってるんですよ。だったら6番っていうのは8番を感じてるんだったら8番ローラッシ8番から5番の0テか見た方がいいんですよ。6してるんこれ5番って5番強でな、番、8番って5番白結果出さないし、5番っていうの興味,興味を感じてるんだったら。僕の発言それどこがおかしいかな。すごい突っ込めたけど。8番超人しようでしょ。うん。 間違ってるかな八は強だ。8は強だ。あると思うんだけどな、なつ通に。ん八強96。今は6強って言ったか。いや、なんでかというと、別に八番がまず強人使用した点がそうだし、強、うん、狂人で強人使用するのかって点がそうだし。あと二番が臭くなった点ね。三 <laughs> 番が二番白を出してるけど、二、うん、番の七つり進行がマジでよく分からない。0ロア進行にかかわらず。うん 九番は。基本的に狼、うん、狼だった場合は。七四しか分かってない。それはすればいいと思っているから、そんな目立つ、その、そのわれることはしたくないと思ってた。二番って単純にあれじゃないんですか。僕を釣りをすることによって、釣れない木占い師入りたかったんじゃないかと思ってるんですけど。七四だと思うんだけど、三の新名あるぞ。うん、僕二番から言っても、それはダメか。それはダメだめね。はい。占い決め打ち。三九、まあ、決め打ちだったら、そうですね。 9番僕に白出してるが8番うんこれ3番持ってるんだよな3番目線ほぼ7くるやぞ86目感じが9番からっていいかな以上うん9番79からいくの発言してくださいうんめちゃくちゃだねえー、っと僕は8番さんの白知っているんで8番さんの人外白はイコール強人仕様よって3番さんが狼確定です でかつ3番さんとグレーのオオカミが3人もしくは3一で確定しています9八郎に今出てきたな。この画面で7番さんの2釣り提案っていうのは50%ですね、単純に。推理すると僕は2番さんのオオカミはかなり低いと思っている。3人か3一の中でほぼほぼ3一かなと思ってます。なので1番さんが実際に発言や投票で僕に牙を向けてくるかどうかっていうのがめちゃくちゃ楽しみ1番さんが3番さんに入れられるんで、のは白だろう。す。で、2番さんと3番さんの組み合わせがない理由というよりは、2番さんの黒がかなり薄い理由。 2番差は初日に関して1番差にやんわり疑問を提唱したり、二周目、僕の論に関してやんわり、いや、3、6って相方ないんじゃない、3、なら6、白だと思うよっていう、オオカミだとしたら隠れミノに隠れる、要は潜伏、ガチガチの潜伏をして目立たないようにするオオカミでした。自分から攻めた意見というのは出していない、オオカミに対してのプレイスタイルは隠れるプレイスタイルでした。しかし、昨日の2番差の投票と発言は、7に投票する、グレーに行く、レイロラ続行という村の意見に反翻 えグレの7に投票したっていうのは2番オオカミ像としてはプレイスタイルでそごがあることから2番のオオカミ目っていうのは低いと感じてます。僕の予想では3、1です。今日は3、9、ランでお願いします。おそらく3番さんが連れたとて僕が襲撃されて明日2番、1番のランになるはず、それを7番さんが決めるっていう最終日になるからこそ僕は7番さんにしっかり今、2がオオカミでなくて1だと思うよっていうことを説明してます。いかがでしょうか 一番さんは僕の論が間違っているというならば、えが、ー、と二が狼である理由を説明してください。はい、以上、7球目黒発言で3番にいるっていうのも実際僕に投票してくるかもしれないので、それは神のじ神のみぞ知るっていうところでしょうか。以上、中島でした。7が押すてやばいよな。のプレイヤーは7い はい、えー、そうだね、とりあえず、えー、今日は占い師どっちがつるっていうところで、えー、別に9番のその考察について、うん、別に黒いなと思うところは確かになかった。えー、ただ実際考察は間違ってる。うん、俺はオオカミじゃないしね、うん。っていう点で9番の目線は、えー、考察はその時点で間違ってるんだよね。まあ、俺目線だけど。で、だって 1, 1>、えー、2>, 2は9に入れたいでしょ。うっそうでもねえか。えっとね、2>, 2が黒か。って最初4にライン繋げたよね<こ> <laughs> えでも4死んでる。ゆがみの線は追えない。えー、ちょっと追加するか。で、8が狂信用、強人しよう。で、5。強人しようってことは、まあ5死んでしょ。7が村やったら3は、絶対偽に見えるような。あえてのが強死をする。メリットはないよな。ってことは、まあ8は今日で見ていいでしょ。で、5が死んでしょ。で、6は、えー、

まあ9が、えー、一応ね3人よりは3位って追ってるみたいだけど俺はまあ今日例え占いか占いに関しては発言怪しいと思った方に入れるつもりん 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいさんまさんに言いたいのは村が霊能ローラ進行してるから7に行くのはおかしいという話ですけれども僕は初日から新芽のない霊能者でって 霊で残った霊能ををんで進行し、怪しいところを釣るっていう進行も好きだっていうのを話していたはずです。狂人は絶対グレー冷たい面なので、7が非常に怪しいから7を釣りたいというよりは、8を死んで思ってグレーを釣ってみたかったっていう進行ですね。で、その霊能者である8が7を押した、9番も7を押していたことから、投票が集まるのかなと思って、7に投票しました。 ここまでで黒かかったですか3番さんは8番さんを疑ってたから、ね、結果8が偽だったので、うん、まあ僕が悪かったとしかそこが言いようがないんだけれども3が7に行こうとした僕にすごい拒否感を覚えていたことから3七っていうのは見えてそのまま投票ぶち込んだんですが9が7白 7が8通用しても結局5発心境なら7の白様子にはならない正直言うと97の相方で9番さんがもし今日を囲うとしても7はそこまでぶっ払う必要はなかったかなって僕は思ってるので7のオ目カミはないのかななので僕目線は8で落ちた98のオ狼カミオカミか13のオ狼カミオカミかなって思って でます。三番さんの意見を投票して、占い。投票したいと思ってます。いやでも、その場合、強人どこよ。六。六神だぜ。三番。六は神。八。発言してください。今まで、結構意見フラフラしてたけど。多分八九人狼です。これ。 8番さんが最後に本当に狂人だったら狂人使用して死んでいくのが意味がわからないまあだ。お前んだな、番さん狂人に見せたかったオオカミだと思ってるよ。じゃあ、狂人誰だだから、8級人狼で、1> 1<番>狂人がどっかにいるんだ。1、2、7で、7は絶対狂人じゃないと思ってますね。理由は、7番さんって彼で匂わせたんですよ。狂人だったらそんなに噛まれるようなこと絶対しないですね。7番さん絶対狂人じゃないと思ってますね。1、2、どっちかに狂人がいて、 2番さんが昨日7に行こうとしたのがもう強人にしか見えない。申し訳ないけど。今日の発言は、<う>うん、あれ村人なのかなと思ったけど、ま、八昨日の7に行こうとしたのも強人にしか見えない。これ多分137で9に入れないと負けます。ワンチャン79人路もあるんですよね。79人路もあるんですけど、8番さんの強人しようがね、全く不可い。強人だったら強人しようして死んでいかないでしょ。いや、そうやな。9行きたいと思う。んね、う三線っぽいんだよな。 7番さん、今日9番入れる。あ、でもそれ、嘘言ってる可能性もあるのか。難しいな。ただ、俺は、多分八8、9、人狼2、狂人だと思ってます。1、3、7で9入れないと負けると思ってますね。2番さんも本当に無駄だったら、9番入れてほしい。これ、新郎新郎だったんだ、多分いや、投票意味ないわ。うん、そうですね。もう何も考察の質問もない。い9番入れてくれれば勝てると思ってます。 9番で終わらなかったら7だけど、そうそう8番が、ね、人狼だと思うよ。うん、7が人狼、ね、だと思う。うん。俺も多分そんな気がする。7が人狼だと思う。うん。俺もそんな気る。で、投票放棄やめてほしい。バグがあるから。東京 <laughs> 前村引き続きやねえかよ。9入れろ、9。もういい。俺も3が死んだと思う。9行こうぜ。 九番のプレイヤー。おー、本当にそうや。二番やったんや。ゲーム終了。村人の勝ちです。いやー、これ良かったよ。上手かったよ、村。 いやこれはすごいねしっかり三振っぽいしちゃんと当ててる8九黒2強陣の場合絶対6強やと思ったけど8怪しいんだよは <laughs> いやよかったねいい村でしたわよかったよかった た僕は狩人しよう意味ないままさにその通りやなでも6神はあじゃあ8強だって思っちゃうけどまあ強人しようってする意味ねえからな。